今日は晴天に恵まれました中日ドラゴンズ対阪神タイガースのゲームです。解説は川上憲伸さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。川上さん、今日はルーキーが初登板初先発というわけですが、ご自分の初登板の思い出などはありますか？はっきり覚えてますね。まあここからがね、夢舞台が始まっていくんだなっていうのをね、覚えてますね。なるほど、やはり一生に一度の舞台ですから忘れられない思い。ドラゴンズのスターティングラインナップです。1番センター小田、2番ショート辻本、3番指名打者には後藤、4番レフト鵜飼、5番キャッチャーには宇佐美、6番サード福永、7番ファースト板山、8番セカンド石垣、そして9番ライトは浜です。タイガースマウンドに上がるのは先発の津田、どう立ち向かっていくのか注目です。今日は1番センターで先発出場の小田がバッターボックスに入ります。さあ期待のルーキーが津田を相手にどういったバッティングを見せるのでしょうか。さあタイガースはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをドラゴンズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。ボールになります。見逃して三振になります。ワンアウトです。さあ打順は2番です。今日は2番ショートでスターティングメンバーに入っています。辻本が打席に入ります。クリーンナップへの起点を作りたい場面ですが、2024年に入団のルーキーが津田相手にどういったバッティングを見せるのでしょうか。津田まずは先頭バッターを三振に仕留めています。タイガース先発マスクは片山、ピッチャー津田とのバッテリーです。打ちました、ピッチャーゴロ、取った、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターは3番指名打者の後藤を迎えます。さあここはドラゴンズ打線のクリーンナップが攻撃の足がかりを作っていきたいシーンです。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。スピードボールを持っています。今のはよく我慢しましたよね。アウトロー際どいところわずかに外れました。打ちました、これはどうだ、センターに抜けました。ランナー出ました、ドラゴンズです。ツーアウトランナー一塁、バッターは4番の鵜飼、ヒットでランナーを一塁に置いています。いいところへ決めてきます、ストライクです。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功、盗塁を見事決めました。いやーこれはよく走りましたよね。ピッチャーの立ち上がりを捉えています。ドラゴンズ大きな先制のチャンス、いやー際どかったんでよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール、空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。ここはチャンスをものにすることができませんでした。スリーアウトチェンジ。2回の裏追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターは5番の宇佐美。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。はい、まずは先頭バッターですよね。早いうちに追いついておきたいですからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。切れていきます、ファウル、まあ、ちょっと振り遅れてますよね。大きく外れていきます。見逃して三振です。ワンアウトです。バッターは6番の福永、まずは先頭の宇佐美から三振を奪っています。初球はボールになりました。これはちょっと手が出ないか、いいところに決めました。
これは大きく外れています。速いボールで追い込まれます。これはデッドボールということになります。さあ一塁には同点のランナー、バッターは板山。ここはねエンドランを仕掛ける手もありますよね。ええ、さあランナーをどう生かしてくるか。さてバッターの板山、どのようなタイプのバッターなんでしょうか。そうですね、出塁したらうるさいランナーになる面倒なバッターですよね。ああそうですか。アウトロー外れます。変化球空振り。いや丁寧に低めに集めてきますよね。甘い球が全然来ないですからね。いやそうですね。さあどうやって打ち崩していくのか。三振で2アウトとなりました。初球ストライク、ファウルになります。ボールになります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。3回の裏追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターは9番に入っている浜。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える3回の攻撃です。初球わずかに外れてボール。変化球タイミング合いません。速球で追い込まれました。引っ張ったセカンド正面のゴロ、セカンド取った、アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打順はトップに帰って小田、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはね最後全く手が出ませんでしたよね。はい、今度は思い切っていきたいですよね。そうですね。先頭バッターの浜を抑えてワンアウトになっています。三振です。ツーアウトになっています。打席には2番バッター辻元、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました。これはどうか。津田一塁アウトで3アウトチェンジです。川上さん、立ち上がりルーキーに0点に抑えられています。どうご覧になってますか。まあ非常に落ち着いてねいいピッチングをしてますよね。ルーキーらしかなるマウンドさばきですよね。本当にそうですよね。これはデッドボールということになります。バッターの鵜飼ですが、前の打席ではチャンスを生かせず、最後はスローカーブで空振り三振に倒れています。ドラゴンズ同点のランナーが出ています。空振り、スピードボールを持っています。慎重にボールを選んでいきます。併殺狙い、インコースに攻めてきました。今度は見送りました。バッターよく見ています。打ちました。ファウルになります。空振り三振、ワンアウトです。さあ同点のランナーが一塁です。バッターボックスには宇佐美。思い切ってエンドランを仕掛けてみてもいいかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。打ちました。これはどうだ。センターへ抜ける。ドラゴンズチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。ここはうまく打ち返して出塁していきました。思いっきりのいいバッティングでしたよね。さあドラゴンズ同点のチャンスを迎えています。まあ今のうちに追いついておきたいですよね。終盤になると苦しくなってきますからね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには福永が入っています。これもアウトコース。引っ掛けさせようかというボール、内へズバッと投げ込んできました。
手が出ません。三振。いや本当にね、球が高めに浮いてこないんですよね。これはなかなか打てないでしょうね。いやそうですね。さあどうやって打ち崩していくのか。三振で2アウトとなりました。そしてバッターボックスには北山が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。とにかく早く追いつくことが大事ですよね。なるほど。外の球打った、ボテボテの当たり、サードが抑えた、一塁や、一塁アウトで3アウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。これから5回の裏、追いかけるドラゴンズの攻撃。先ほどは空振り三振でした。バッター石垣。さっきはタイミングは合ってなかったんですかね。はい、ここはやられたボールをね、狙ってしっかりやり返したい気持ちはあるんじゃないですか。そうですね。ドラゴンズビハインドで迎える5回の攻撃です。川上さん、なんとか変化球空振り。津田はここまで被安打2の0失点、毎回三振を奪っています。そうですね、やっぱり非常に球に勢いがありますよね。そうですよね。際どいコースに送ってストライク。今度は振っていきましたが、これは厳しいコースでした。落ちる球できました。インサイド落ちました、ファウルになります。ツーボールツーストライクになりました。打ちました、ボテボテ、ショート取った、アウト。ここは送球が間に合っています。ピッチャーの状態なんですが、相当厳しくなってきたでしょうか。1番の小田ですが、3回裏の打席ではストレートで空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。2アウトランナーありません。ピッチャー球のキレが落ちてきました。そうですね、疲れが見えてきてますからね。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。とても緊張感のある引き締まった内容となりました。あと一歩と残念ではありましたが、いい試合だったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は川上憲伸さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。